それはね、私とヒロシが10年ぐらい一緒にやりました。で、あの私がヒロシの一つの歌姫いつもその感じで恥ずかしいよですけど、あの最初からちょっとあの運命が偶然で一緒にやってて、で最初のリハーサルでも私がすごい安心した。その時私ロックシンガーだったから、ジャズの世界はあまりね、あの経験なかったからちょっと緊張して、でやっぱりあのスタジオ入って、じゃあやってみような感じ でもうすぐ安心して、あのでずっと一緒にやってた。で、あの2人であの他のサポートメンバーで秋田フェスティバルとかで一緒にやったりとか、でもちろんオタクたくさん、あとあのフランスのフェテラミュージックとか、あのオーダーフリーアイフェスで一緒にやったりとか。で、ヒロシがあのバンドすごいいっぱい持ってて、全く全部覚えられないんですね。それってあのライブでも私がすごいあのインプロビゼーション の練習たくさんありました。あの彼がよくあちこちに間違えてるからおう違う、OK! で、私ずっとしっかり歌って練習できました。でもちろん去年あのヒロシと一緒にライブやるつもりだったですね。あのおたんたで、あの蒲田おたんた でその日はちょっと具合悪くて、初めて10年でヒロシがキャンセルしました。もう全く1回でもライブがあったらキャンセルしなかった。多分私が1回あの調子悪くてやってたけど、ヒロシは全くしなかったから、その日すごいびっくりしました。で、まあ、しょうがないんですね、調子がすごく悪かったけど。で、やっぱりその後まだ私あのギターベースと一緒にできないんですね。まだ悲しみがちょっと取れないんですね。で、あのギターベース募集 の心がまだないんですね。だからあの一人でウクレレでやってみようかなと思った。でウクレレもちょっと1ヶ月前からあの始めてた。だから許してください。で、あのお正月の方もコロナになっちゃって、あのまだちょっと調子があのもう。PCR が陰性だったから心配しないけど、あのまだちょっと声があまり綺麗じゃないかな。今日は心でやってます。よろしくお願いします。でこの曲は多分本当に最初の一緒にやっててライブであのやってたと思います。でほとんどライブやるとこの曲いつもやりましたから、あのヒロシの特別の方法ですけど、今日は一人で頑張ります。
やっぱりすぐドア玉のね